さあ先発のタネル、バッター4番の清原、ストレートとスライダー、そして最後はストレートをズバリ143キロでした。と思いましたね。大栄が2点を先行、横田にとってはアンラッキーでした。さあ加藤はじめさん、これ初めて見たタネルの印象を聞かせてください。ね、まずね、第一印象はやっぱコントロールがいいですよ。コントロール、はい、両サイドこの高低にですね、うまく幅広いこうピッチングができる、はい、で自分のなんか投球術っていうものをきっちりこう持ってるなっていう印象を持ちましたね。そうですか、田淵監督はいかにもこう日本向きのピッチャーだと。あ、そうですね。パイレーツ時代のチームメイト、仲の良かったデストラーデ、センターフライです。ピッチャーの事情もあって流れを変えたくなかったので最後まで放らせたと言います。9回1点を許しましたが、七色の変化球を見事に操るナイスピッチングでした。さあそれではタネル投手のインタビューをお聞きください。ありがとう、ありがとう。 And, I think it was good that they allowed me to pitch the other night to kind of get my feet wet. I think that helped a lot for tonight.しかし7回先頭の4番ベイスがヒットで出塁、初のノーアウトのランナー、チャンスを広げたいところだったんですが、5番小川は643のゲッツー、続く田中は3球三振。こうしてピンチを切り抜けたタネルは終盤もヒットのランナーを出しましたが、三塁を踏ませず6安打、初のシャットアウト勝利。タネルの終盤のピンチ、スタミナより精神的な揺れの方が大きいと権藤コーチ。さらに1点を取られ、なおも2アウトで同点のランナーが出てバッター若菜、しかし最後は今日8つ目の三振に打ち取り、タネルなんとか完投。大栄前半の小刻みな得点が効いて逃げ切りました。タネルは来日2ヶ月で5勝目を挙げました。